基米公司的另一个企业文化愿景是和善。弗吉米公司正以创建人人都能安心工作的企业为目标而不懈努力。当下，工作与生活平衡的观念深入人心，在公司工作的每个人在履行工作责任的同时，在家庭和社区生活中，根据人生不同的阶段选择并实现多种多样的生活方式是十分重要的。弗吉米公司为了提高安心工作的质量，正加紧完善缩短工作时间和时差工作制等援助制度。育児休暇から復職してからは時短勤務を利用することができるので、子どもの保育園のお迎えにも間に合うように勤務時間相談させていただいて、家庭生活とも無理なく両立することができています。私は開発課の課長をやっております。朝子どもを保育園に送って、1時間遅らせて修行させていただいているということになります。妻も勤めてますので、この制度がないと両立させて育児っていうのはできてないと思ってますので、非常に助かってると思ってます。弗吉米公司除了有长期护理支援制度以外，还有完善的因育儿、护理、自身的伤病等而无法履行职务时适用的平衡级别制度等特有的制度。通过创建大家都可以安心工作的公司，实现长期持续的发展。这就是弗吉米公司所追求的和善。中国から日本に来てずっと富士見で働いてまして、職場の雰囲気も大事なんで、堅苦しくなくて相談相手もいらっしゃいますので、アドバイスをもらったりとかして仕事を進めることができます。これが仕事を長く続ける源ではないかなと思います。働くお母さんもたくさんいれば、働くお父さんもたくさんいます。その中でやはり親としての立場、仕事の立場、両方のバランスを保ちながら仕事ができるように会社の制度が整っていたり、職場の環境が受け入れてくれるというところがチャレンジの機会になると思います。当然、負責推進安心工作的相关人员每天都在为了改善工作环境而努力工作着。富士見は社員が育児、介護などのライフイベントを迎える中でも、家庭と仕事の両立がしやすく十分に活躍できる会社だと思います。今後もダイバーシティを推進するためにワークライフバランスの仕組み作りを充実させ、より良い職場環境を築いていきたいと考えております。富士見では社員一人一人が自身の能力を最大限に生かして活躍できる会社を目指しています。社員が仕事に対するやりがいを持って安心して取り組むことができれば、良い製品を提供することにつながると考えています。働きがいと働きやすさを醸成し、誰もが働きやすい会社にするということが、振り返ってみると持続的に発展する企業を育てることにつながるのではないかと考えています。